Terima kasih telah menonton! ヨーロッパ人だから。 こういう使いい使方をするものみたいなところが結構あるなと思うんですけど、うん、やっぱそこにはもうちょっとグローバルなな視点が欲しいなって僕とかは思うんですね単に向こうにアジャストするだけではなくてうん、うん、そこがなんか、えーとまあ、熊さんをはじめ世界で受け入れられてる日本人の方々を見ると、うん、やっぱそこがこう自分の芯があってうん、うん、それにうまくこうアジャストしていくみたいなところが感じられるんですが、うん、その辺は まあ使い手もアジャストっていうのはああの考えるけどやっぱり基本的には自分が使い手だと思って作んないともう説得力持たないと思うわけで、ねはいはい、だから自分自身が向こうの生活みたいなものをある程度内面化してないとね、うんうん、ヨーロッパ人は他人のままじゃなくて自分自身もある程度その そのヨーロッパ的な部分っていうものが自分の中に内面化していくみたいなこと、うん、それはやっぱり体験したり旅するってことだけどそういう行為がないと他人のためには作れないやっぱりデザインするのは自分のために全てデザインするんだと結局思うけどね。うんうんうん それががあるるるからこう差別化にななような気がするんですよねうん、うん。その日本人の感性を持ちつつえうまくそこにこう突き刺すようなことが熊さんの場合はえ建築ですし日本のものづくりの人たちにとっては多分それがものになっていくんだろうなっていう感じがするのでやっぱりいいものを見てるとその人自身がそれを作りたくて作ってる感じがするんですけど。 やっっぱりそこ楽しむってすすごい重要ですよね自分自身をクライアントとして自分を満足しなきゃいけないわけだからうん、うん、当然満足したせるものができたら自分でも楽しいしね、うん、やっぱそういうなんかスタンスでやっぱ人のためにデザインしてるんじゃなくて自分のために、うん、そこがねあのモテるかモテないかっていうのは一番大きい気がするな。うんうん 僕は物を流通させるっていうのが、まあ、このプロジェクトでは一つ大きな重要なものなんですけど、うん、僕はその先にあるこう技を流通させたいいっっててう,うに思ってるんですね、うん、例えばその先ほどから上がってるメゾンオブジェであったりとか、うん、ミラノサローネとかで出た時にも物が動くっていうのも一つハッピーなことですけどもう一つはやっぱりそこで 技を買っていただいて、うん、あの流通させる流通させるためにどうすべきなのかっていうのをこう建築家デザイナーの観点から見ると熊さんはあの中国で竹とか、うん、えと国内でも石や和紙とか使って、うん、職人の技とか工法みたいなことも、うん、あの熊さん結構取り入れるじゃないですか、うん、その地域性のところで。うん、それはねやっぱり今僕も全く賛成でものを売るんじゃなくて技を伝えていく っていうことがやっぱり僕に日本の工芸がすごい大事だと思っていて、はい、そういうことがこうどんどんこう重なっていくと日本の工芸ってすごくく幅が出てくると思う、うん、ある種技をいろんな人が翻訳してくれるみたいなことができるといいと思っていて、うん、僕自身もいろんな技を持ってきて自分なりに翻訳してそうすると熊賢子の 技になって自分自身の幅がどんどん広がっていったような気がするんでそういうことをこれからね積極的に僕はやってほしいんだけど。うん、そのために必要なことってね んででいろんなものを見た時に自分にあるのフィルターでそれを見てみるとやっぱり木のことを使ったことがない人が他の大工さんの技を見ても何にも感じないけど自分がちょっとでも木使ったことがある人は大工さん他人の大工さんを見るとああいつこんなことやってんだこんなやり方もあったんだって言ってそこでこう技をある盗んでこれるから、はい、やっぱりそうやって自分のなんか自分の。 ちょっとしたコアをもとに基づいてそのどん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 その外の技を盗んでくるそれで自分を広げるみたいなそういうことをね、うん、やってほしいな。うん、でそれは日本の職人さんにもやってほしいし。し逆に日本の職人さんはそうやって自分の技を見せてやってその人に盗まれるみたいなこともどんどんやったらいいと思うな。うんうん 自分のの弟子みたたいいいなものをどんどんん受け入れたらいいと思うし、うん、うだからうちの娘のやり方はも基本的にはそうやって弟子をたくさん受け入れていって、はい、どんどん自分たちのものをオープンにして盗ませて、うん、それでこの広がりっていうのが出てくる、うん、っていうことをやっぱりオープンにさせるってすごい重要だと思うんですよね。 伝統工芸って守ってきたものが、うん、えと盗まれないようにこうあまり見せられませんみたいな話をされる方もいらっしゃるんですけど、うん、やっぱりそこは広げることによって、うん、いろんなアイディアがまさにね自分が広げたらばそれは広げて盗まれるだけじゃなくて自分もそれによっていろんなキャッチボールができて自分の得ることが大きいと思うんだよね。うんうん そうやって自分自身もそれで変わっていけるし、うん、自分をこう閉じる閉じちゃうとどんどん自分は貧しくなる一方だと思うな。うん、競争してないっていうイメージがあるんですね。やっぱりそこはいろんな経験とか今いただいてる話だとやっぱりそういうことを交流をしていくことによってうん、うん、また新しいアイディアであったりとかが出ていくっていうことですかね。じゃ、うんうんうん、まさにまあ、競,競争でありあの。 競争と交流っていうのはやっぱり基本的には同一のものだと思いますね、うんうん、まあレクサスの話になっちゃいますけど、うん、あの点の良かったところは、うん、日本全国の匠が、えー 交流するだけではなくて、うん、やっぱりそのジャンルがいろんな人がいたっていうのは相当大きかったんですね、うん、で、やっぱりこう木工を作ってた人たちがガラスの作家と出会うことによってまた新しいひらめきが、うん、あの出てきたりとかっていうのがすごいあったんですけど交流とかっていうのはキーポイントになってきますかね違う分野との交流もあるし地域間の交流もあるし、はい、やっぱりそういうもの があっていうこととは絶対不可欠だと思いますねうん、うん、この間ご一緒させていただいた土佐久美子の岩本君とかは結構いろんなチャレンジをすごいしてそこにこう、まあ、ちょっとアートピースっぽいものを作りながら見せたりとかしてたりするんですけどうん、うん、そこのプレゼンテーションっていうのはやっぱものから、えー、とあこれから何か作れるとかっていうのは 熊さんを思いつくというかインンスピレーションを受けたりすするものなんですかその彼らのものでも見せられた時にやっぱり僕はその彼の考えている使い方じゃ,じゃないなんかずらした時にこれはこう面白くなりそうだなってことを考えるプロデューサー的な人間ってそういうなんかこれをずらしたらどういうふうに使えるかなっていうことが思いつく人だと思うからね。 日本の工芸っていうのはそういうずらしたことみたいなことは私あんまり今まで考えないで同じものだけをその生産してきたところがあるから、うん、そのずららすすみたたいいいいな発想も取り入れたらいいと思いますね、うん、最後にあのサテライトオフィスをすごい今作ってるっていうことんですけどコロナでやっぱりその辺は生活スタイルというか生活様式っていうのは、うん、まあ建築の場合直結するものだと思うんですけど。うんうん、熊さんから 見て、そのコロナによって、今後こう,こう変わっていく様みたいなのは感じられてますか？ああ、すごく感じますね。今までの生活スタイルっていうのは、基本的には20世紀の最初のセッティングで、うん、その超高層があって、高害があってっていうセッティングで、ずっと走ってきて、その時は固定電話の時代だからね。うん、情報なんて固定電話しかない。 うん、時に一番効率的なのは超高層ビルだし一番効率的なのは郊外からそこい通勤することだったわけで、うん、それのセッティングで,でずっともう100年以上生きてきちゃってるわけだから、はい、もうそれがものすごい怠慢なことだったと僕は思いますね。うん、でそのセッティングっていうのは環境問題も情報問題もない時にできたセッティングで100年以上生きてるわけだから。うん やっぱそれはね、これからからガラッと変わっていくと思うね。建築で言えば、ええー、まあ東京都にいなくても作業ができるとか、うんうん、そういう地域間をゼロにできるというか、そのうん、うん、っていうのはやっぱり僕は結構こうコロナに、えー、関しては、えっ、ー、とチャンスなんですっていうのを結構ものづくりの人に言ってるんですね。それはデジタルの発達っていうのが、うん、みんな薄々は。 やらなきゃやらなきゃってなってたところが、うん、一気にコロナでデジタルしなさいに変わった、うん ったことが逆にそこは利点として捉えるべきで、それをこう商品に落としたりとか、コミュニケーションをどう図るかみたいなところをえ伝えていたりするんですけど、そこをやっぱりチャンスっていうふうに捉えて、えっと今後ものづくりにしていくっていうところはどうですかね、うんうんうん。いやものすごいチャンスだと思うよ。もしくはその新しいそのライフスタイルに合ったもののプロダクトにしろ。 建築にしろ全くないわけだからねそれはこれからゼロからみんなで作ってい,けるいってるわけだから、うん、すごい大きなマーケットがあると思いますね。うんうん